こんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、皆様に紹介したい枝物があります。それはね、ローゼセテゲラですね。こちらですね、こちらの枝物です。これバラの実なんですね。日本名では鈴バラと言います。結構バラの実だけにですね、こうよく見るとわかりますかね、こうトゲが生えてるのわかりますかね、わかりますか。結構ね、このトゲ痛いんです。だからアレンジとかに使うんですけれども、ですごくね素敵だからね、この時期よく僕なんかも使うんですけれど、結構アレンジ作るタイミングに、トゲが刺さってたりするんで、手に気をつけて、使うと良いと思います。ただですね、本当にこう人気が高くてね、使いやすい、そして素敵な枝物です。こうバッサリとね、花瓶なんかにこのローゼセテゲラだけを入れても綺麗ですし、まあ秋のね、いろんなこの草花と一緒に混ぜ挿しをしても素敵な枝物ですね。また大きい意気込みなんかだと、まあこれちょっと小さいサイズなんですけど、もっと大きくなりますので、こうバッサリと大きい枝物のまんまいけるのもいいですし、アレンジなんかだったらこう切り分けしてね、こういうところで切り分けして小さくこうまとめていくのも素敵だと思います。そんなローゼセテゲラですね。次のフラワーアレンジメントライブですね。ではですね、このローゼセテゲラを使ったアレンジメントを紹介しようと思います。ぜひね、楽しみにしていてください。まあ私事なんですけど、今日でですね、今日というかこの今日月曜日なんで、撮ってるのこれアップするのは何しか分かんないですけど、月曜日の夜にですね、で明日の朝、今までこう4日間ですね、表参道ヒルズで、ちょっとこうブライダルフェアの、ジュエリーショップと一緒にね、こうタイアップしたブライダルフェアを装飾をやっていたんですけれども、それが、火曜日で終了ということでね、見に行ってくださった方も、まあこうちょっと遠くて行かれなかったよという方もですね、僕のブログでですね、作品はですね、何気にこうアップしてありますので、ぜひねご覧になってみてください。まあああいうね、こう一流どころというかですね、やっぱりこう日本の表参道ヒルズといえばですね、何ですかね、もう行くとですね、すごいんですよ。なんかもう一流のショップがね、いっぱい並んでて、まあそういう場所にですね、こうお花をね飾れるっていうことですね、でみんなに見てもらえるということがですね、結構幸せなんじゃないかなって思います。そんなね、表参道ヒルズでですね、実はこの11月にフローミストレビューという、ね、大会も行われますので、ぜひね、そちらの方も皆さん楽しみにしていてくださいね。ではですね、今日はこのローゼセテゲラですね、ぜひ覚えてください。で、また次回ね、このアレンジメントも楽しみにしていてください。では今日のこれはもうレクチャーというよりは何ですかね、ビデオレターですかね、を終了したいと思います。まあこんな感じのビデオレター風のものもなんかできれば毎日ね、これから配信していきたいかななんて思ったりもしてます。毎日あった出来事とかね、こんなアレンジ作ったよとか、こんなことがあったよなっていうことも踏まえてね、皆様にお伝えできればと思います。ではですね、これで今日のレターを終わりにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。See you next time.